元キンプリ平野紫耀仕様、驚きと笑顔のインスタライブ、三宅健との楽しい一時から見える新たな始めふ。皆さん、こんにちは。今回は元キング・アンドプスの平野紫耀仕様が見せた驚きと笑顔にあふれたインスタライブについてお伝えします。音楽シーンでの成功から新たな一歩を踏み出した平野の素顔に迫り、三宅健との交流から感じられる友情の深さも見逃せません。 どうぞお楽しみください。音楽業界の注目株である元キング・アンドスの平野氏要が14日に自身のインスタグラムを通じて行ったライブ配信が大きな話題となっています。この配信は平野が新たに合流したばかりの新会社、株式会社トベトゥービーとの関わりを示すものであり、その意義深さと彼の明るいエネルギーが融合したものとなりました。 午後4時半、ライブはスタートしました。開始わずか5分足らずで、なんと約36万人もの視聴者を魅了しました。平野はサングラスを頭にかけ、明るい声で、こんにちはからこんなお盆中に、俺もやりたくて、昨日マネジャーと話して決まりました、と挨拶。その笑顔からは、視聴者に対する感謝と興奮が伝わってきました。トークの中で、 平ヤは自身の髪型の変化に触れました。髪切ったの気づいてくれないじゃん襟足16から17センチぐらい切ったよ。と、ファンへの近況報告を交えながら自然体な一面を披露。その一方で、三宅健が生配信の部屋に登場した瞬間、平ヤの表情は一層明るさを増し、温かい交流の様子が視聴者に伝わりました。 三宅健とのほのぼのとした会話が続く中、平野が苦手なものに挑戦する場面もありました。雲が部屋に登場した時の彼のリアクションや、トイレに行くために画面から一時退席する様子など、親近感のある瞬間が配信を通じて感じられました。そして、配信の締めくくり。平野は笑顔で語りました。夜どこかスケジュール探してやる、よ。 決まったら早めに連絡する。ストーリーズに載せるね。じゃあ、平野仕様でした。と、二度目のインスタライブの告知を行いました。その心温まるメッセージは、ファンに向けた優しさと親近感を感じさせるものでした。平野仕様のインスタライブは、音楽シーンから新たなステージに向けての一歩を踏み出した彼の魅力を余すところなく伝えるものでした。 彼の明るさと友情の深さがライブ配信を通じてそのまま視聴者の心に届きました。これからも彼の新たな活動に注目が集まりますが、このインスタライブの一幕が彼の素顔と変わらぬ笑顔を感じる機会となったことは間違いありません。今回の記事をお読みいただきありがとうございました。 平野の仕様の明るいエネルギーや友情に満ちた一時が皆さんの心にほんの少しでも温かさと笑顔を運んでくれることを願っています。今後も素敵なエンターテインメントに触れる機会が増えることを願っております。